登場です。マイセンマリークさん、演歌桜、どうぞ。拍手でお迎えください。どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ毎年夏休みにはですね
マリちゃん一座ということで戸塚公会堂でやらせていただいておりましたけれども、メンバーがそれぞれちょっと成長しましてね、学校に行ったりやりたいことがあるというので一堂に集まれないということで今年はお休みさせていただいておりますけれども、昨日もですね秋田の方で暴れ回りまして、ライオンまでは高校1年生になりましたけれども、ハリウッドスターになるのを諦めて社長になると、経営者になると言って勉強と両立をしております。獅子丸も美容学校に入るお金を貯めるんだと言いまして土木作業の方のアルバイトに精を出しております。あの日に上げたたくましくなった俺の姿をみんなに見てもらいたいなっていうことを話しておりましたので、来年あたり一座でお邪魔することができたらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日は25周年ということで、マリキク横浜に来たのはちょうど静か20周年の時でございました。あっという間の5年でございました。先ほど楽屋でマリちゃん顔はちっちゃいねって、だけど態度はでかいねって言われました。5年前は小さくなっていたんですが、5年間で態度はでかくなってしまいました。戸塚のマリちゃんになってしまいました。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。今日はおめでとうございます。ありがとうございました。どうもお元気会いたいね。あ、そうね。はい、じゃあ来年ね、またマリちゃん一座ができるように皆さん楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございます。